はい、告知があと2つほどそうです、ありますが、まあ、これどちらも YouTube チャンネル斉藤さんがやってる、はい、ゲーム酒場という、うん、今ねちょうど画面の方出してもらってますけども、はい、こちらあの検索していただければ、うん、分かるんですけれど、うん、あの斉藤さんとあとプラチナゲームズの田浦さんと、うん、安本さんと俺が、うん、あのイタストをやるだけっていうそういう番組です。はい、いやじゃあゲーム配信なのね、これゲーム配信なんですけど、うん、まあ、ちょっとテロップとか編集を入れてもらっていて、うんうん、そんなに気軽に配信してない感じですけど今2つほど、まあ、やっぱりそれイタスト限定なの。いやいや分からないです、あの今出てる、うん、僕らがやったのはイタストしかやってなくて、うん、あれあのまま終わるかもしれないチャンネルいやなんかでもやって思ったのが、うん、ゲームの配信ってあの大変ですね。なんか普通に俺ゲームに熱中して喋るの忘れました。ああ、まあ、うん、実況あるあるだね。あ、よく実況配信者の人喋りながらやるなと思って、うん、あの意外と大変でした。なんかこういう、うん、あの松山さんと喋りながら進めるようなこういう番組は全然僕平気なんですけど、うん、実況配信は普通にできませんでしたね。ああ、まあでも誰かがちゃんと喋ってくれるんでしょ。あ、そうですね。うん、誰か喋るんです。ぼーっとしちゃいました。うんNPC かって思われる。あ、でもイタストがそもそも僕それほぼ初めてだったんで、うん、ああそうなんだ。あのその日の午前中に どんなゲームかなと思ってテストでやったぐらいで、でイタスト意外とルールが難しくてですね、あそれでこれなんだっけっていうのでぼーっとしながら話すことも忘れっていうそういう無様な横を見れますね、はい、これもそうだと思うんですけど自分の声がすごい俺嫌いだし滑舌が悪くてもう言えてない言えてないと、もう死にたくなりますね。まあ、滑舌はどうやろう。まあけどなんかね、あの横太郎の声っていう、まあうちのスタッフもね、はい、まあ、ちょっと前にやったあのほら福岡でさ、はい、セデック一緒にやったじゃない、はい、あの時なんかもうなんかまあ多分作品イメージもあると思うけども、はい、横尾さんってなんかこう思ってた以上に声が優しくてすごく好感度高いですってありがとうございます言ってたよ、はい、自分の声嫌いなんですけど声はいいっていう話はよく言ってたんですけど、いやいや、うん、言ってたよ。すごい僕鼻声で嫌いで老人だからやっぱ言えないんですよ、舌が回らなくて松山さんすごい喋り上手だからペラペラペラ。いや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 結構いっぱい練習してるんですよ、でも、はい、そうそう僕もう無理だと思って、うん、もう本当喋るのダメだなと思ってますね、うん、はい、辛いです辛いです。喋るのが辛いです。伝える側や、はい、ディレクター私、はい、さあそしてもう一つ。もう一つがですね、うん、あのこちらで今画面出していただいているかと思うんですが、はい、ゲームスナック雛形という番組、はい、あこちらあの、うん、音楽劇夜波っていう僕がやった舞台に出演していただいた雛形ウィさんっていう女優さん、うん、舞台女優さんがいらっしゃるんですけど、うんうん、その人がやってるスナックっていう番組、ゲームスナックっていう番組があって、うん、それで酒を飲みながら俺が常連で話すっていう2人で話すってそういう番組なんですよ。え、じゃあ、あなたはこお人形があったってこと？あ、僕はパペットで出てます、はいはいはい、それで出てて喋るんですけれども、大体飲みながら雛形さんの愚痴を聞くみたいな、まあ、もしくは俺の愚痴を聞くみたいなそういう本当にスナックやん。あ、だからスナックなんですけれど、はい、まあ、第1話とか本当にどうやったら売れるの、なんか舞台女優が売れるのかみたいなそういう話を雑談でずっとしてるっていう。え、これは、はい、飲みながらって言ってるけどさ、はい、リモートでやってんの、それともあの実際の同じ場所でやってんの？これは実は、うん、ですね、ずいぶん、まあ、去年ぐらい1年ぐらい前から撮ってたんですよね。あ、そうなんだ。撮ってて、あ、それをあのなんか分割して今出してるところなんですけれども。あ、なるほどなるほど、はい、だからずいぶん前にもうコロナ前にもだいぶ何本も撮ってて、それをようやく手が空いたからテロップとか入れて出そうって出してる状態です。はい、これ今後はどうする、今後はやり続けるの？今、まあ、今後、まあ、いっぱいあるので、うん、素材がそれを出していくんですけれども、うん、この前ですね、うん、初めて作詞をやろうっていう歌の作詞をやろう、うん、で白鳥の湖あるじゃないですか、うん、あれに無理やり歌詞をつけるでそれを僕作詞いくつかやってるんで、うん、それを雛形さんに作詞のノウハウを教えるみたいなことで、え、この番組の中でそれやってるんですか？作詞やってる作詞会今2回目かな。お1回目は作詞やるときってその音を取るためにそのいくつ文字を入れなきゃいけないかっていう箱を僕置くんですけれど、はいはいはい、そういうところから始まって次にどういう言葉を選ぶのかっていうところを第2回で やってるっていう、そういうそのなんか学校の授業みたいなことやってるんですね。え、なんか普通に勉強になりそうじゃん。でちょっと思ってたのが、うん、専門学校さんとかで講義とかしてて、うんうん、Zoom とかで、うん、やるぐらいだったら僕 YouTube とかでやった方が多くの人に届けられていいんじゃないのと思ってて、でも真面目にやるの好きじゃないから酒飲みながらなるほど、うん、っていう実験としてやっ
って、それがようやくあの番組として出てるので見てもらえると面白いかなという気がします。なるほどなるほど、はい、あんまりあの作詞やったことある人いないと思う、うん、うん、確かにね、はい、まあ、あのどういうふうにやると簡単、まあ一番簡単なやり方をご紹介してる感じ、はい、ぜひあのご覧になってください。はい、ちょうどね、はい、これ多分番組というかこの YouTube のね下の方にもあの URL が貼ってあると思いますんで、はい、よかったらそこをクリックして皆さん飛んで、見てみてくださいと、はい、いうことで、告知ここまでですかね。そうですね、はい、まあ、ちょっとね何本にもわたって、はい、いろいろとね横太郎と話してきましたけども、どうでした、実際自分でいろいろ話してみて。いや、もっと今日はあの、うん、ピン音多めにするつもりだったんですけど、意外とやっぱり松山さん司会があのうまく回すからそれに誘導されて普通の答えを言っちゃってましたねそこそこ入ってるぞもうちょっとメイクの話はおいおいたっぷり入れ込むつもりだ。あと松山さんの話とかほらほらほら、もう丸ごと切るわそこ全部ピン音になるっていうね、そこをがっつり、なんだろう、まあ、しかも切りづらいところに入れていこうかなって、隙間隙間にね、そうですね、かなと思ったんですけどできなかったですね、残念ながら。いやでも楽しかったね、はい、なんかいろいろお話ができて、はい、他の方々のやつ僕全部見てないんですけれど、うん、こんなテンション感でずっとやってるんですか。大体こんな感じでやってるけど、うん、意外と皆さんね、やっぱこう、はい、まあなんでしょう、真面目にっていうかね、あの素直にいろいろお話しされて、結構ね見てる人も、はい、結構真面目にやっぱ皆さん見られてて、あのあやっぱクリエイターってこういうところ見てるんだとか、あそういうこと考えてるんだっていうのを素直に結構見られてる方が多くて、はい、真面目な話として自己を掘り下げることができたのはちょっと楽しかった気がします、ね、うん、いやまあね、うん、まあ、一応ねそれをコンセプトにしてる番組であるんだけども、今回の放送まあいろいろあったっていうのもありますけども、はい、多分過去一番ピー音が多かったと思うんですが一応ねこう横太郎が、今回ゲスト、最後で、はい、これでちょっと一回一区切り、まあくしくもね、はい、ヨースピーが前回言ってたみたいに、はい、まあ横太郎最後に一回この番組なくなるわって、はい、言うてた予言の通りになってもてるっていうね、はい、絶望バラエティになって終わりました何の希望もこの世界にはない絶望禁止バラエティですから、絶望バラエティです本当にもう、うん、あの最近コロナとかいろんな政治の話を見てると世界は絶望に渦巻いてると思う。まあちょっとね、うん、けど世の中がね設定こう絶望に渦巻いてるからこそさ、はい、もうちょっとね俺らはねこう希望あふれる、作品作りにね頑張っていきたいなって思いますよ、ね、いやそんな明るい気持ちにはなれないですということで、最後の最後までね、絶望なかなかひっくり返せない状況で、来ましたけども、今回の、ゲスト、横太郎会は、ここまで、またいつか皆さんお会いしましょう。じゃあねー。えい切れよここ